さあ始まりました最強キャラ決定トーナメント、本日は初戦第5試合第6試合の様子をご覧いただければなと思います。それではデュエルスタンバイ。さあ始まりました初戦第5試合の様子をお届けしてまいります。いいですか、これからあなたの腕を試させていただきます。僕が相手になるよ。デュエル、デュエル、僕のターン。さあ行きます。表遊戯選手 VS ペガサス選手の試合と。モンスターを攻撃強さあどういうデッキなんでしょうか。表遊戯選手、あ、なるほど、エレクトロマグネットウォーリア、つまり磁石の戦士デッキですね。磁石の選手デッキ。さあペガサス選手ふざけております。さあなかなかに強力な盤面。ドロー、なるほど、これはペガサス選手結構強そうなハンドですね。さあまずはトゥーンの奥地の効果発動。魔法カードトゥーンの目次を発動させます。さあデッキよりトゥーン魔法トラップもしくはトゥーンモンスターを手札に加えることができますが、さあここでトゥーンブラックマジシャンも手札に加えていく。いきますよ、モンスターを攻撃表示で召喚します。ブラックオブレジェンド、これ城之内くんのカードではペガサスさん、これ城之内くんのカードじゃないですか。で、あ、なるほど、レッドアイズトゥーンドラゴンを特殊召喚していく。私のモンスターをお見せしましょう。モンスターを特殊召喚します。さあレッドアイズトゥーンドラゴンは手札のトゥーンモンスター1体を特殊召喚することができます。じゃあこれによってトゥーンブラックマジシャンを特殊召喚していく。モンスターを特殊召喚します。さあトゥーンブラックマジシャンは手札のトゥーンカードを墓地に送ることによってトゥーンモンスターを特殊召喚するか、トゥーン魔法トラップを持ってくるか。さあトゥーン魔法トラップカードを持ってくるという効果をやりましたね。さあこれでトゥーンキングダムを手札に加えていく。さあこれは非常に理想的な場面。魔法を発動、それも城之内くんのカードでは。ペガサスさん、城之内くんからこれカードパクってきました、もしかして。これレッドアイズスピリッツを手札に加えていく。私の大好きなトゥーンの世界に招待して差し上げます。さあトゥーンキングダムの効果を発動していく。デッキトップを裏側で3枚除外することによってこのカードでトゥーンモンスターは対象に取られることはありませんし、破壊を免れることもできます。ゲームを楽しくプレイです。さあただしトゥーンモンスターは召喚用意がございますので、このターン攻撃ができません。さあエレクトロマグネットウォーリアーベーターの効果、マグネットオーリアモンスターが特殊召喚していく。モンスター効果発動。さあゴリゴリとデッキを圧縮しつつ墓地にエレクトロマグネットオーリアモンスターを貯めていきますね。ターンエンドです。いくよ、僕のターン。さあペガサス選手かなり動きは強かったですけれども、注意しなければいけないモンスターはいますね。エレクトロマグネットデッキ、ゲームを楽しくプレイです。さあそんな余裕こいてられるんでしょうか。あのやべえモンスターできた、結構やばいですよペガサスさん。ペガサスさん、あのなんかマグネットウォーリアーデッキにはあのキルド級のやばい、なんか何回も一旦で何回も破壊を飛ばしてくる最強モンスターがいますからね。さあマグネットフィールドの効果、マグネットウォーリアーモンスターが存在する場合墓地のエレクトロマグネットウォーリアーを蘇生できる。モンスターを特殊召喚。さあエレクトロマグネットウォーリアーベータを特殊召喚発動。マグネットウォーリアーモンスター一体をデッキから手札に加えていく。さあこれは厳しいのではないか。やりたい放題サーチされていますが、ペガサスさん大丈夫でしょうか。一応トゥーンキングダムがありますので、破壊するという効果自体からトゥーンモンスターを守ることはできます。モンスターを特殊召喚。さあモンスターを特殊召喚、来てしまった、来てしまいました、マグネットベルセリオン。さあ墓地のマグネットウォーリアーをゲームから除外することによって相手のカードを1枚破壊することができる。さあこれによって破壊されるのはもちろんトゥーンキングダム、これによってトゥーンモンスターの耐性がなくなったも同然。さあモンスターを攻撃表示で召喚していく。さあこれは厳しいか、マグネットウォーリアーデルタを召喚し、デルタの効果、デッキから墓地にマグネットウォーリアーを1体送ることができる。さあこれでベルセリオンのコストがもう1枚確保できた。ベルセリオンの効果は耐性がない。さあトゥーンワールドおよびトゥーンキングダムが2枚とも破壊されていきます。これは厳しい。よし、トゥ
トゥーンモンスターは基本的にトゥーワールドがないとダイレクトアタックができません。さあマグネットウォーリアーデルタで攻撃し、マグネットフィールドの効果が発動することでしょう。さあ岩石族と戦闘型モンスターをバウンスしていく、これは厳しいか。さあ一応レッドアイスピリッツ発動、さあ墓地のレッドアイズズーンドラゴンを特殊召喚していきますが、これは時すでに遅しなのではないか。トゥーンワールドおよびトゥーンキングダムをすでに破壊されていますんで、これはダイレクトアタックができない。これは厳しい、これは厳しい。さあどうするペガサス、召喚したところで効果は使えないぞ、セットするしかない。これは悲しい、トゥーンデッキなのにセットしかできない、これは悲しい。さあこれでレッドアイズトゥーンドラゴンで攻撃をしますが、マグネットフィールドの効果が発動する、発動させない、あ発動する。でレッドアイズトゥーンドラゴンをバウンスされてしまう、これは厳しい、やばいです。ターンエンドしてる場合じゃありません。そんなに怖い顔をしないで。さあこれは厳しいんじゃないか。ペガサス選手トゥーンワールドおよびトゥーンキングダムを両方とも破壊され、なすすべがありません。なすすべがないとまさにこのこと。さあ武藤勇樹選手ビルド魔法発動していく、お願いモンスターを特殊召喚、さあ出たの効果デッキよりマグネットウォーリアーモンスターを一体墓地に送っていく。さあマグネットベルセルの効果によって相手のセットカードを破壊していく。バトル時間はあります、いくよモンスターで攻撃、考えてください。いいえ時間はありません、あなたにも時間はない。ダイレクトアタック、さあこれは厳しい、完封試合だ。セガサス選手何もできない、ホムにデュエルをやらせてる場合ではありません。ペガサス選手私の負けです、僕の勝ちだね。ここまでは読んでいました。さあ初戦第6試合の様子ご覧いただきましょう。俺たちを導いてくれた、俺たちが迷っているな、その答えはデュエルの中で見つけるしかない。仲間だからって手加減なんかしねえぞ、本気で来やがれデュエル。俺のターン。さあ不動優勢 VS 不動砲丸という非常に熱い戦いとなっております。シューモンスタージャンクシンクロン。さあジャンクシンクロンを召喚。さあジャンクモンスターが存在する場合手札よりジャンクサーバントは特殊召喚できる。さあレベル4とレベル3のモンスターがフィールドに揃った、ここでシンクロ召喚を行っていきます。集いし叫びが小玉の矢となり空を裂く、光さす道となれシンクロ召喚。さあこれで新パックにて登場した新たなるジャンクシンクロモンスターをシンクロ召喚していきます。イデオジャンクアーチャー。さあジャンクアーチャー今のところ何も仕事はしていない、先行で出してもあまり意味はない。さあターンを終了していく。さあクロー選手、クロー選手といえばブラックフェザー、おそらく今回もブラックフェザーデッキを操ってくることでしょう。さあシム圧倒的環境ムーブ、圧倒的環境ムーブを行ってきます。さあ賑やかになってきたら言ってる場合でしょうか、あなたほっとと知りますよこのターンで。優勢選手来いブラックフェザー、毒風のシムーン。さあ毒風のシムーンを効果で召喚していく。黒い旋風。さあ黒い旋風の効果発動、手札に疾風のゲイルを加えていく。来いブラックフェザー永続魔法、面白いカード、黒い旋風。言ってる場合でしょうか、あなた本当にほっとくと死にますよ。さあクリスも召喚し、クリスの効果で手札におろしを加えていく。ブラックフェザー突風のおろし。さあ突風のおろしを特殊召喚、レベル6とレベル1で新境召喚レベル7、圧倒的環境ムーブです。クロー選手漆黒の翼翻し、
雷鳴と共に走れ、電光の斬撃シンクロ召喚。さあ電光の斬撃ということはおそらくアサルトブラックフェザー衆の雷霧がシンクロ召喚されてしまいます。降り注げアサルトブラックフェザー衆の雷霧。これは厳しいか。雷霧の効果、相手のフィールドのカードを自身以外のブラックフェザーモンスターの数だけ破壊することができます。さあ衆の雷霧の効果、さあ2枚破壊しようとしますが、おっとここでトラップカード、スターライトロードの効果。相手が2枚以上のカードを破壊しようとしたときその効果を無効にし、エクストラデッキよりスターダストドラゴンを特殊召喚できます。一生せよスターダストドラゴン。集いし願いが新たに輝く星となる、光さす道となれ、シンクロ召喚。一生せよスターダストドラゴン。さあスターダストドラゴンを特殊召喚されていく。ただしシップロゲームの効果によってフィールド上のモンスターの攻守を半分に永続的に下げられていきます。さあそしてクロー戦士のフィールドにはレベル4そしてレベル3のモンスターが存在しています。レベル3のシップロゲールはチューナーモンスター、レベル4のザイアルクリスにレベル3のシップロゲールをチューニングしていく。ブラックフェザーテイマー漆黒のホーク城将来。さあ漆黒のホーク城の効果が発動されてしまう。金を操る漆黒の鷹城よ、墓地に眠るブラックフェザーを呼び覚ませ。悪夢再び降り注げアサルトブラックフェザー衆の雷霧。バカな、無効にしたはずが。ブラックフェザー黒槍、これは厳しい。アトルだ漆黒のホーク城の攻撃、アサルトクロー。さあこれは優勢厳しい。起きたか、衆の雷霧で攻撃。ちょっとだけ攻撃力も負けてます。なんで2600なんでしょうか、あのモンスタースターダストドラゴンの攻撃力低すぎ問題。さあ諦めないといえど何ができるのか、優勢。さあどうする、俺は自分の限界を超えてみせる。限界を超えるんだ優勢、優勢カードに命を吹き込むのデュエリストの役目だ。優勢自分の限界を今超えるんだ、ユースユース。さあ手札のボルトヘッジホックを墓地の送り、クイックシンクの特殊召喚、そして墓地のボルトヘッジホックの効果発動。ヘッジホックは自分フィールド上にチューナーが存在する場合墓地から特殊召喚できる。さあこれによってボルトヘッジホックが場に戻ってきます。ボルトヘッジホック。さあこれによってレベル2のモンスター、そしてレベル5のチューナーモンスターがフィールドに存在している。行け、ユース。集いし怒りが、ボーガの戦士に鬼神を宿す。光さす道となれ、シンクロ召喚。いいぞ、ユース。最後まで、自分の可能性を諦めるな、ユース。吠えろ、ジャンクバーサーカー。さあ、ジャンクバーサーカー。ジャンクバーサーカーのモンスター効果。このカードはジャンクモンスターをゲームから除外することによって相手のフィールド上のモンスターの攻撃力を除外したジャンクモンスターの攻撃力分下げることができます。この効果にターン1制限はついていません。さあジャンクバーサーカーの効果発動、漆黒のホーク城の攻撃力も下げていきます。さあジャンクバーサーカーの効果をさらに発動していく。さあ黒槍のブラストの攻撃力も一気に下げていく。バトルだ。さあこれでジャンクバーサーカーで攻撃、ホーク城を攻撃しようとしますがホーク城の効果発動。対象をホーク城から他のブラックフェザーに変更できる。これはきつい。モンスターで攻撃する。これはきつい。あーと残り600ポイント残り600ライフポイントまで追い詰めることはできました、優勢選手。にぎやかになった、言ってる場合か。さあクロー選手のターン、ホーク城の効果を使われてしまうのか。
ホークショーは1ターンに1度墓地のレベル5以上のブラックフェザーモンスターを1体特殊召喚できます。猛禽を操る漆黒の鷹城よ、墓地に眠るブラックフェザーを呼び覚ませ。これはきつい。降り注げアサルトブラックフェザー、周囲の雷霧。さあ雷霧が舞い戻ってきます。悪夢見たび効果発動。アトルダきつい。とどめだぜユーサー、君は僕の肝だ。イカ略。俺たちには絆がある。だから一人で立ち一人で進むことができるんだ。俺はチーム 5Ds の絆で未来を切り開いていくぜ。主人公敗北。